久保さん、今回のテーマはですね、あの、軽トラでマセラッティに行ってみたっていう、軽トラでマセラッティに行ってみたにしましょうか。これ280万回ぐらい回してて、このシリーズで初めて行くレクサスディーラーに軽トラで立ち寄ってみたらすごかった。178万回、軽トラでマセラッティは280万回ですね。<laughs> まあ何が言いたいのかっていうと、 あこの軽トラでアス,アストン・マーティンのディーラーに行ったらこれ100万回ですねはいこのシリーズ結構この人撮ってますね軽トラでどこどこに行ってみたっていう <laughs> 軽トラフェラーリもあるんじゃないかなどうなんだ、はい、このあの福チャンネルっていう方なんですけどまあだからまあ久保さんが言う通りねあの何で行こうがお金あればあの買えるわけです どんまあ、人を選ばないっていうねもちろん本当にその最上級のロールスロイスクラスになってくるとあのー、なんだあのー、審査があって、えー、っていう部分はありますけど大抵の部分な例えばそのディーラーがあるみたいなそこに何か店舗があるっていうところであるならば別に軽トラで行こうがボロボロの服で行こうが、うん 多分入れると思うんですよ。まあ、あまりにも、その、臭すぎて、もうボロボロで、もうその、パンツと T シャツボロボロだったら入れ、ないすいません、お客様、みたいになるかもしれないですけども、ただね、すいません、お客様って言われた瞬間に、そのお客様がね、現金1000万ボンって出してね、すいません、これ買いたいんですけど、だったら、あみたいになるかもしれないですよね。これは逆にそのリアクションみたいですよね。もうボロボロの T シャツで、軽トラで行って、ボロボロすね。ボロボロで、 あ、すみません。お客様。みたいなね。なんか変な顔された瞬間に、あの、ビニール袋から1000万、あの、車買いに来たんですけど、みたいな。<laughs> あみたいなね。<laughs> その、それバズるかもしれないですね。ボロボロのね。そう。<laughs> うん。だから大抵のものは本当にお金あれば買えるんで、あのー、まあ、僕はお金の問題に関してのエトセトラを17年扱ってきて思うことが、 まあ、本当良かったなと思いますねみんなそのお金の問題が一番重要でもあるにもかかわらずお金を軽視するお金の問題から、まあ、逃げてはいないんだけども真剣に向き合ってない多分人生において一番真剣に向き合わないといけないのはお金の問題なんですよなぜならば全てにお金がかかるからです僕はあのねあのー、交通違反したあーでメンテ食らった時もお金かかるし まあ、切符切られた、中金で切符切られた人もいるでしょうけども、罰金、切符、お金か払いますよね。うん。まあ、お医者さんに行ったらタダでしてくれないですし、まあ、全部ねあ、お金かかるわけですよ。だから、生まれた瞬間、まあ、まあ、昭和のね、僕が生まれた時は紙おむつではなかったですけども、あのー、なんだ、多分、ヤ和ト君の世代、もう、もう、久保さん、紙おむつですよね。 なんか布のおむつじゃないですよね。洗ってっていうで。紙おむつ代もなんか、昔その転売屋が、あの、日本のおむつがすごいってことで、日本のおむつをめちゃめちゃ仕入れて、海外に、中国で売るみたいなね。あって、なんか一人一個みたいなねあ。なんか一時期あったんですけど。どうですかね。紙おむつも金か,かかるんすよ。<laughs> そう。まあ昭和生まれの人はね、あの紙おむつじゃなくて、 あの布をおむつかもしれないですね毎回手,手,で手洗いしてねそううんで母乳が出なかった場合はそのあれですよね粉ミルク粉ミルクもお金かかるわけじゃないですか <laughs> まあだから本当ね生き生きるっていうことはまあ金が必要ですからねうん逆に言うとお金に関してはちゃんと勉強して向き合って稼げるスキルがつけば問題を解決できるわけですよだけど どれだけやってもね、自分で自分を手術するってことはできないですよ。多分そのブラックジャックも自分が病気になった時に自分のゴッドハンドがあるとするじゃないですか。自分のゴッドハンドで自分で手術するのは無理ですよね。だからブラックジャックがもし病気になった場合は誰かにお願いしないといけないですよね。そう。だからまあ、お金を稼ぐっていうのは大事なことですし、お金と向き合うっていうことは大事だし、 であとはほとんどの問題っていうのはお金があればある程度解決できるってことですねもちろん一部はお金では買えない部分はありますけれどもほとんどがお金で買えるっていう事実もあってじゃあどっちの割合のウェイトの方が大きいのかっていうと多分お金で買える問題お金で買えるものの方が大きいです本当にお金で買えないものは一部しかないほんの一部しかないともう大多数9090% 90以上はねもうお金でほぼ解決できるっていう だってそうじゃないですか。あの、裁判もお金じゃないですか。あれ何、何、何争ってんのかっていうと、損害賠償とかね。お金を争ってますよね。どうすか。まあ、お金じゃない部分ももちろんありますよ。お金じゃない部分ももちろんあるんだけど、最終的にじゃあ判決出て何が出るのかっていうと、あの、損害賠償みたいなね。賠償金ですよね。い <laughs> ってらっしゃる。